この絵種家は、戦国時代の苦行、大城大臣、この江直通りの着難。官位は、十一位、関白、大城大臣、この絵家十六代当主。永翔十一年、元服し、十代将軍、足利義種より返記を受けて、種家と名乗る。永翔十八年、官僚、細川高国と対立した義種が京都を出奔し、義春が将軍となると、 天文3年に妹の刑事院が吉原に嫁いだのを契機として、急速に足利将軍家との関係を深めるようになる。小賀の家に養子入りした実弟小賀の春道や種家の着難、春次が吉原から返旗の授を受けた。天文10年16年18年の3度にわたり、種家は吉原が騒乱に巻き込まれて、 大見国坂本に同座した際にも随行して同地に下っている。天文22年、足利義輝が三好町家よって家から追われ、大見急牧国に同座した際も種家は随行している。永六元年、種家の娘が義輝に嫁ぎ、正室となる。永六九年7月10日、死去。時継ぐ狂気によれば、中部の悪化によるものであったという。 将軍の宴席であった種家は、武家転送に代わって、朝廷のみならず、諸大名からの要望を将軍に、取り次ぎ役目を行うようになり、山品時継の日記、時継狂記には種家に、将軍への仲介を要望した記事が見られる。この家を仲介して、朝廷、石関家、将軍家の連携関係は強化されることになった。ありがとうございます。